ぱり佐々木コーチも非常に言ってましたけど、やっぱり前向きに取り組んでると。そうです ね、大きな武器が今できつつありますのでね、はい、バファローズはオープン戦ここまで4試合盗塁の数は10、そのうち5つがこの足立です。いい当たりだ、レフト線長打コースになるバファローズ初安打、足立が放ってセカンドに向かってツーアウト2塁。バッティングも好調なんですね。そうですね、はい、今の甘い高めでしたけど、はい、きっちり捉えてますからね、やっぱりこの辺りが成長を感じさせますよね。まあ、本人も下位打線を打つとするならばしっかりと上位につなげていきたいという話をするんですが、はい、やっぱりね、はい、力負けしなくなってきましたね、去年少しそれを感じた中で、やっぱりプロのこう水に慣れてきたというか、はい、で今年は本来の自分のこう目指している野球が少し分かってきたというか、できつつありますね。そうですね、春のキャンプでは、まあ、早出アーリーワークから居残り練習まで、まあ、一番長くグラウンドに残っていたのもこの足立選手です。1番に戻って坂口、ボールが2つ先行しています。松岡、この試合初めてランナーを背負っています。ライトへ打球伸びていく、打球伸びてフェンス直接、タイムリーヒットになる。足立がホームに帰ってきました。坂口タイムリーツーベース。今は松岡のまっすぐを完璧に捉えました。完璧ですね。1対1の同点。フェンスダイレクト上田の頭上を打球が越えていきました。まあ、初球1球目2球目のボール先行の中でね、やっぱりランナーセカンドで積極的な気持ちになっている中で、はい、ボールをしっかり見極めて2ボールというカウントを呼び込んだのが今の結果でしたね。なるほど、